遺産処理工学の10回目の講義を始めていきます。遺産確率論の話をやっていますけども、10回目と11回目は、単択データ構造とアルゴリズム、特にアルゴリズムの中で段数を使うという話をしていきます。はい。で、今日の目標ですけども、典型的なランタカアルゴリズムの解析ができるようになるということです。まだ、このランタカアルゴリズムっていう言葉、まだ定義してませんけども、今からそれも定義していきます。で、そういうですね、定義ですね。ランタカアルゴリズムとは何かというと、段数を用いる、あるいは、用いてみるアルゴリズムのことです。用いていないといけないわけではなくて、用いてみるあるいは、用いる可能性があるというか、そういうものをランタカアルゴリズムというふうに言っています。英語で言うと、ランダマイズドアルゴリズムですね。はい。で、確率的アルゴリズムとか乱数使用アルゴリズムと呼ばれることもあります。で、なぜ乱数を用いるのか、そうですね。わざわざ乱数を用いることで、いろんなことをややこしくしてるんじゃないかっていうふうに思われるかもしれないんですけども、実はですね、乱数を用いることで、アルゴリズムを設計しやすくなったり、アルゴリズムを解析しやすくなるってことがよくあります。よくありますし、もっと重要なのはですね、乱数を使わないとできないことが、乱数を使うとですね、できるようになるってことがあります。で、これは非常に本質的で、あるので、そういう側面はちょっとこの講義の中ではあんまり触れられないんですけども、アルゴリズムを使うこと、乱数を使うことで何がいいことがあるのかってことを紹介していこうと思います。で、初めにですね、この全身問題っていうものを使うんですけども、全身問題という問題がですね、世の中で、広く、なんていうんですかね、知られているというか、こういう名前でいろんな概念が紹介されているというわけではないんですけども、紹介されているというわけではないんですけども、説明しやすいので、この言葉を使って説明していきます。で、どういう問題かっていうと、こういう問題だったと思ってください。これ、グラフですね。流行グラフです。流行グラフ。で、ここに今、1、2、3とか答え書いてるのが、これ頂点の番号だと思ってください。頂点は1から N まであるとしてください。で、N は、いろいろと変わる可能性があるということですね。で、大きな数から小さな数へ向かう辺が必ず存在すると。だから、10と7っていうのがあったら、10から7へ向かっている矢印が必ずあると。こんな感じですね。で、こういう設定です。で、行うことは何かっていうと、頂点 N から始めて、辺をたどることで頂点1に到達したい。はじめですね、頂点 N が10番にいるわけです、皆さん。で、ここの頂点の上にいるってことを、想像してください。で、やることは何かっていうと、この10から出ている辺を1つ選んで、別の頂点に行く。ってことを繰り返して、最終的にこの1っていう頂点にたどり着く。ってことをするということです。で、辺をいくつたどれば頂点1に到達できるかということを聞いているということですね。で、これはですね、当たり前のこと言うんですけども、10にいて、これ N ですね。1があって、10から1に、これ矢印出てるので、これを通れば、1つ辺をたどることで、1番という頂点に、これたどり着けるわけです。だから、このですね、グラフ全体の情報を知っていれば、そういうことは簡単に一つの辺をたどることで、頂点1に到達できます。だけども、状況としては、こういうふうに想像していただきたい。何かっていうと、皆さん、例えばなんだろうな、頂点っていうのは部屋であると思ってください。だから皆さん、部屋にいると。四角形じゃない。こんな部屋にいると。10番って部屋に。で、10番って部屋の中にはですね、扉がですね、9個あるんです。9個ある。扉が9個あって、それぞれの扉がですね、どこにつながってるのかが分かってないっていうふうに思ってください。分かんないと思ってください。で、扉を開けてしまって、その扉に続いてる通路をですね、歩いていくんですけども、その通路をですね、一回踏み出してしまったらもう元に戻れないと思ってください。そうすると、例えばこの、扉を開けて、こう進んでいったら10番の部屋からですね、こう別の部屋に行けるんですけども、その部屋は、1番の部屋であるという保証はないわけですね。ないわけです。だから、そうするとですね、そのまま選んだ部屋、選んだ扉に続いている部屋が、例えば7番だったら、7番にたどり着いてしまう。
ということになります。で、7巻についてはまたですね、その中に6個、扉があるわけです。で、その扉はですね、またその同じように、その中から1つ選んで進んでいくってことをしなくちゃいけないんですけども、一旦進み始めたらもう元に戻れないという形になっている。で、そうすると、まあ6番、だいたい7番っていうところから、まあもしかしたら、本当は1番に行きたいんだけども、まあ、運悪く2番に行ってしまうかもしれない。まあこういうことですね。まあこういう形になっていると、この10番にいたとしても、1番にですね、に行く、扉を一発でですね、開けることができないかもしれないので、そういうことだから、1つの変だけ例えば、1に到達できるっていうわけでは、まあないかもしれないわけです。で、まあ、そういうことを考えましょう。で、その時、じゃあ皆さん、じゃこの10番って部屋にいたら、どのようにして扉を選ぶことになるでしょうと。ということを考えるわけですね。で、まあ、やれることそんなにないわけです。その10番って部屋にいてですね、9個扉があって、それ区別つかないわけですから、やれることそんなになくって、まあ、なんかどれか1つ選ぶってことしかできないわけですね。で、例えばですね、この乱数を使わないアルゴリズム、単純なアルゴリズムだったら、まあ、どうするかっていうと、たどる辺をですね、まあ、どれでもいいから2に選ぶことをします。つまり、その扉が9個あるんですけども、そのうちのまあどれか、まあ、どれでもいいから選びましょうと。で、選んで、そこに通じている通路に沿って進んでいく。で、まあ、1番にたどり着いたら終了。で、そうじゃなかったら、もう1回同じことをしましょうということになるわけです。で、そうすると、1番運よくですね、この10番の部屋に行ったときに、運よくですね、1番という部屋に通じる扉を開ければ、まあ、1個の辺をたどるだけで、1番という、頂点に到達できるわけです。だから、最善の場合には、たどる辺の数っていうのは1になるわけですね。でも一方ですね、この最悪の場合には、10番の部屋にいるときに、10番から、9にしか進めなくて、9にいるときに8にしか進めなくて、っていう形で、この一個一個しかですね、こう進めないってことは、最悪の場合には起こり得るわけですね。起こり得るわけです。で、そうすると、まあ、N 個全体で部屋があるんだったら、最悪の場合には N-1 個の辺をたどるということになってしまいます。だから、まあ、計算量っていう言い方をしてしまうと、あんまりちょっと私は好きじゃないんですけども、まあ、そういう言い方をすると、まあ、そのたどる辺の数っていうのは計算量に対応してるとすると、この最悪計算量の意味では、この、任意の辺を選ぶっていうアルゴリズムは、まあ、良くないアルゴリズムに思えるわけです。最善の場合は面白いんですよ。最悪計算量の意味では良くないアルゴリズムということになります。まあ、良くないというか、まあ、これしかできないわけです。これしかできないわけですね。で、まあ、他にできることはあんまりないので、じゃあここでちょっと乱数使ってみましょうってことを考えてみます。で、例えばですね、今こう10番っていう、まあ、部屋にいたら、ここで9個、扉があるわけです。で、その9個の扉を1要分布に従って選ぶってことをしましょう。辺の先に移動する。で、移動先から出る辺がなければ終了。つまり1番っていう頂点にたどり着いたら終了で、そうでなければもう1回同じことを繰り返す。ってことをしましょうですね。だから、そうすると、何かというと、だから今、10っていう部屋にいるときには、出てる辺の数がこれ9個あるので、9個あるので、1つの辺を9分の1の確率で選ぶわけです。だから、例えば、10っていう部屋にいれば、もちろんですね、最悪の場合には、このアルゴリズムにあっても、1個ずつしかですね、こう進まないということは起こりうるんですけども、そのような確率は実は小さいかもしれないですね。小さいかもしれない。だから任意に選ぶっていうときには、なんか最悪の場合は、起こるとしか言えないんだけども、この今確率的なことを考えると、そういう場合が起こりにくいとかですね、起こりやすいとかって、そういうことまで考えることができるわけです。で、それがどんなぐらいの確率で起こるのかということも考えたいということになるわけですね。で、例えば、じゃあ今、もう一度ちゃんと言うとですね、10っていう部屋にいるときには、この9個出ていってる辺の中から1つを1音符に従って選ぶので、例えばですね、10っていうときにいきなりこう1に飛んでいく確率っていうのは、これはですね、9分の1になるわけです。9分の1になるわけです。だから、まあ、ある程度の確率でそれはまあ起きそうだなって、1個しか辺を選ばないっていうことは、まあ、ある程度の確率で起こりそうだなってことは、まあ、思うわけですね。じゃあ、例えば10番からですね、1つ辺を選んで、進んでいったら、そこで5番に行ったらしましょう。5番に行ったらしましょう。で、そうすると5番からはですね、いくつ辺が出てるかっていうと、これはですね、4個出てきます。ですね。この4、3、2、1に向かって出ていきますから、4個辺が出てることになります。で、そうすると、この5っていうところにいれば、この5から1に
つながっている辺を選ぶ確率っていうのは、これは4分の1になってます。いいですか。だから、まあ、近くに行けば行くほど、すぐにこの1番という部屋に、行くことができるようになる確率というのは高くなります。という形なんですね。で、この設定でいくつ辺をたどるんでしょうということを考えたい。ということをやっていくということを今から解析していきます。で、先にですね、証明することを言います。この単純なアルゴリズム、この乱数を使うアルゴリズムで、たどる辺の数の期待値は hn-1 ですということを今から紹介していきます。でですね、まず、気をつけなくちゃいけないのは、このたどる辺の数ですね。単純なアルゴリズムがたどる辺の数。ちょっとこれ、言い分かりましたか、ね、単純なアルゴリズムがたどる辺の数。これはですね、そもそも、これ確率変数なわけです。いいですか。その部屋、各頂点で選ぶ辺によって、最終的にたどる辺の数というものが変わってくるわけです。だから、たどる辺の数というのは、これ確率変数になります。なので、その期待値というものが考えられるということになるわけですね。で、その期待値というのは、ここに書いてある通り、hn-1 という数値になります。で、hn-1 っていうのは何だったかってことを思い出すと、これは、n-1 次調和数というもので、1から2分の1、3分の1足していって、n-1 分の1まで足したものという形になっているということですね。で、この離散確率論の初めの授業だったと思うんですけども、この調和数っていうのは、この自然対数の、まあ、ようなもの っていうことを、まあ、紹介していくということですね。だから、ここからわかるのは何かというと、単純なアルゴリズムにがたどる辺の数の期待値っていうのは、まあ、オーダーの意味でもログ A ということですね。で、これは、先ほどの、単純なアルゴリズム1、その乱数を使わないアルゴリズムですね。乱数使わない。において、最悪、ちょっと漢字の掛け字が来ませんけど、最悪の場合が n-1 と言っていたわけです。その後で辺の数はですね。で、それに比べて、指数関数的にいいわけです。指数関数的に何かっていうと、ログ n と n-1 ってこれ指数関数的に差があるわけです。差があるって言っていいのかな。指数関数的に違うわけですね。2のログ n 乗がだいたい線形ということなので、だから、まあ、指数関数的に違うわけですね。だから、非常に期待値は小さいわけですね。この最悪の場合に比べて。ということがわかります。ので、この乱数を使う意味っていうのは非常にあるなということがよくわかるわけですね。で、この、性質今から証明していきます。で、どうするかってことをやっていくんですけども、ここでやる、手法っていうのが、なんていうんですかね。この乱数を使うアルゴリズム、乱高アルゴリズムの解析において、非常に一般的というか、標準的な方法なので、まずそれを、勉強していきましょうということになります。はい。で、それはですね、まず、確率変数という説ですね。1から n の間にある、まあ、k という整数に対して、この確率変数 rk というのを定義します。で、rk で何かっていうと、頂点 k から始めて、頂点1へ到達するまでにたどる辺の数です。だから、本来はこれ n から、始めるんだけども、途中の段階も考えたいということですね。途中の段階っていうのは、今、頂点 k っていうところにいることになるので、その k を考えて、rk という、確率変数を考えましょうということになります。で、求めたいのは、目標は、何かっていうと、RN の期待値を求めることです。で、そのために、すべてのこの K に対する、すべての K に対する、RK の期待値を計算します。それをやります。ただ、そのためにですね、全化式作るんです。で、まずですね、わかること。R1 の期待値は0です。RG って何かっていうと、すでにもう1という頂点にいるときに、頂点1から始めて頂点1に到達するまでにたどる辺の数なので、これ0です。だから0です。期待値も0です。
じゃあ、K が2乗の時どうなるかというと、こうなります。今ですね、この、RK の期待値を考えるときには、もうすでに、今はこの K という頂点にいるわけですね。K という頂点にいることになるわけです。で、そうすると、K からですね、出てる、頂点 K から出てる辺の数は K 引く1個あるわけです。K 引く1個あって、それぞれ、1、2、K マイナス1っていう、まあ、頂点に向かって、変電点ですね。1個ずつ出てるという形になっているわけです。で、まあ、それをどれかを選ぶわけです。で、その、どれを選ぶかということについて場合分けをしているのが、右側の式で、ここで条件付き期待値っていうのをうまく使ってます。ここが条件付き期待値ですね。ここはその、なんだっけ。場合分けをするんですけども、その場合、一つ一つに対してこの条件をつけてるというふうに思うわけです。で、どういう条件かっていうと、頂点 K から頂点 i に向かう辺を選ぶっていうことで、で、i が1から k マイナス1まで変わるという形で場合分けしてるわけです。で、それが起こる確率かける、その条件のもとでの RK の期待値というのを考えるということになります。いいですか？で、頂点 K から頂点 i に向かう辺を選ぶという確率は、これは i に依存せずに、これは、さっき言ったように、これ k マイナス1分の1です。ですね。で、そうすると、じゃあ、この上の方のですね、この条件付き期待値なんでしょうというと、頂点 K から頂点 i に向かう辺をもう選ぶってことは、これ決めてるわけです。決めてます。この辺にちょっと頂点 i っていうのがあって、もうこれを選ぶってことは、これ決めてるわけです。その条件のもともとなんです。で、これを選ぶというふうに決めてるんだから、何が起きてるかっていうと、もうこの K という頂点から i という頂点に動くことは、もうこの条件において定まってるわけです。だから、RK っていうその K から何個で行きますか、何個の辺を辿りますかって言ってるときには、すでにこの K から i に向かっている辺は辿るってことが決まったんです。だから、その分もう一回、一つの辺はもうこれすでに辿ってます。で、その後、どれだけの辺を辿るのかというと、それは、今、移動した後は i という頂点にいますから、i という頂点からいくつ辺を辿りますかということを聞いていることになります。つまり、この条件付き期待値っていうのは、1プラス ri になるわけです。k から i に進むときに1つ辺を辿って、i からは ri だけ辺を辿るということになるわけです。で、その期待値です。いいでしょうか。で、確率の部分は先ほど言った通り、これ K マイナス1分の1ですね。で、これ期待値の線形性を使うと、期待値の線形性何度も使ってますけども、期待値の線形性を使うと、この部分は1プラス E の RI になります。ですね。で、それで書き換えましょう。こう見ますね。で、そうすると、1っていうのは i に依存しませんから、前に出せて、パラバランスですると、k 引く1回足して、k 引く1分の1しますから、これ全部で、1が出てきます。1が出てきます。で、k 引く1分の1を前に出してます。シグマですね。で、こういう形で、e の rk って、rk の期待値が、その他のものの期待値のを使って、なんか表せるって形になってるわけですね。で、これは、なんか全可式になってるわけです。何が言ってるかっていうと、E の RI に関する全可式ですね。に関するって言っていいかな。に対するのがいいかな。すいません。ちょっと日本語が。に対する、全可式が得られたということになります。ただこれ解けばいいと思いますね。ちなみにこの書庫決まってますから、これ使ってまたこれ解けるわけです。解きます。で、これ解きたいってことをやって、で、これも原理的には解けるわけです。原理的には解けるので、これ解いていきましょうということになります。いいですか？ポイントは何かっていうと、この全可式をまず得ることができるってことが重要です。重要です。で、まあ、だから実際どういう全可式が得られたか書きますと、こういうことですね。E の RK っていうのは、K が1の時には0。で、2以上の時にはこれってことですね。ですね。で、これ解きたいと思います。で、解きましょうってことですね。で、まあ、これ解けるわけです。解けるとしてて、解きます。で、今から実際に解いていきましょう。
ということになりますけども、じゃあ書きますね。で、この、まあ、経費1分の1です。これ邪魔なんで、料金計倍しましょう。経費1倍しましょう。で、そうすると、左辺は経費1かける期待値。で、右辺は1の部分が経費1になって、経費1分の1のところは係数1になるという形になりますね。うん、こういう形になっているということです。で、このシグマがですね、やっぱりやらしいので、これシグマ消したいですね。で、シグマ消すにはどうしたらいいかっていうと、これは、差を取るですね。差を取るんですけども、もしかしたら、皆さんはなんか、会社っていう言い方をするかもしれない。会社を取るっていうことをします。つまりですね、今、ここは、左辺が、E の RK なんですけども、この K を一つずらしたものを考えましょう。ですね。で、そうすると、で、これ今は、これ書いたのは、先ほどの、変形したものそのものです。で、ずらしたものはこうなりますと。で、今、K を K-1 にずらしてますから、この式が、成り立つ。範囲は K が3以上になります。元々の式ですね。元々の式は K が2以上のところで成り立つ式だったので、K を一つずらした式ですね。K を一つ小さくした式は、K が一つ大きいところでしか成り立たないということになりますね。これはちゃんと追っていくようにしてください。これは重要です。はい。で、実際に K を K-1 にしたら、K-1 は K-2 になって、K-1 は K-2 になって、K-1 は K-2 になる。こういうことですね。で、この二つの式の差を取りましょう。だから差を取るので、両方で共通している、K の範囲、つまり K が3以上のところで差が成り立ちます。差が成り立つって言えばいい、差を取ることができます。ですね。K が3以上のときに、上の式から下の式を引くとどうなるかというと、左辺、こうですね。いいですね。で、右辺はどうかっていうと、K マイナス1マイナス K マイナス2が1ですね。ですか。で、この和の部分見るんですけども、和の部分見ると、上の方は、この和の範囲が K-1 なんですけども、下の方は K-2 なので、上から下を引くと、K-1 の部分だけが残ります。こうなりますね。ですか。そうすると、今、このような式が得られているんですけども、この、左辺に E の RK-1 があって、右辺にも E の RK-1 があるので、それまとめましょう。で、まとめて整理します。で、整理するとこんな感じになってますね。こっち持ってきました。で、そうすると、なんかこう、K-1 分の、K-1 って係数が共通してあるので、まあ、これ両方とも割っちゃえばいいかなという気になりますよね。割りましたと。K は3乗だと割ります。で、割るとこうなってきますね。つまり、E の RK、RK の期待値は、RK-1 の期待値に K-1 分の足したものになります。ということになるわけです。なります。で、これは、K が3乗であるような K についてすべて何か、成り立ちますから、これ持ってきたら、この、じゃあ E の、RK-1 っていうのは、これは、K-2 分の1プラス E の RK、E の RK-2 なんです。こうなるわけですね。という形で、じゃあそうすると、E の RK-2 って何かっていうと、これは、K-3 分の1プラス E の RK-2。こんな感じになるわけですね。って感じで、どんどんこの部分を、展開してというか、同じような式を、当てはめていくかできるわけですね。でそうすると、まあ、こういうような形で書けるという形で、こう、続いていきます。で、最終的に、この式は、K が3以上のところで成り立ってますから、K が3の時には、E の R3 イコール2分の1プラス E の R2 なんですね。で、これを適用したところで終わるわけです。終わります。で、そうすると、E の R2 これ残ってるんですけども、E の R2 は何なのかというと、E の R2 は、先ほどの前化式ですね。ちょっと戻りますと。だいぶ戻りますね。すいません。これですね。この前化式で、これ K が2の場合をそのまま、代入すればこれ計算できるわけですね。で、実際にこう計算してみると、K が2の時、計算してみると、E の R2 というのは K が2ですから、1プラス2マイナス1分の1で、K が2なので、I が1から2マイナス1の E の RI ですね。で、今この2マイナス1ってあるんですけど、これ1ですから、この部分っていうのは、この部分と、シグマの部分ですね。これは、E の R1 だけになります。で、E の R1 っていうのは、上で言ったとおり0ですね。これ0です。ってことは、最終的にこれ1になるということがわかるわけですね。
で、これを、加味すれば、この部分、今1だということが分かると。ということになりますね。ということで、これは、1、2分の1、3分の1、点点点、K マイナス1分の1という形になっているので、これは、K マイナス1次調和数になるということが分かるわけです。いいですか？特に、ここではですね、K が3以上のところでこれが成り立つというふうに言ってるんですけども、K が2でもこれ成り立つんですね。K が2のときには、今言ったみたいに、R2 は1なんですけども、1っていうのは H の1と同じなので、この等式ですね、E の RK が HK マイナス1と等しいっていうのは、K が2であっても成り立つということが、この係数からわかります。つまり、N が2以上のときには、E の RN は HN マイナス1と等しくなるということが、結論として言えるということになります。いいでしょうか。でしょうか。で、これによってですね、その先ほどの単純なアルゴリズム2というものが、辿っていく辺の数の期待値が調和数になるということが分かったということになります。ではですね、実際に、まあ、これで、期待値は分かったんですけども、期待値から大きく外れてですね、先ほど言ったみたいに、この最悪の場合ですね、N-1 個の辺を辿ってしまうということは、まあ、あり得るわけです。あり得るんだけども、そうなる確率っていうのは非常に小さいんだよとか、あるいはですね、この、なんだっけ、期待値ですね、期待値から大きく外れる確率っていうのもすごく小さいんだよってことをちょっと議論していこうかなっていうふうに思います。ですね。もう一度言うと、たどる変数の期待値が分かったからといって、アルゴリズムはそれだけの変数しかたどらないとは限らないですね。だから先ほど言ったみたいに、N-1 個変をたどるってこともあり得るわけです。しかしですね、マルコフの不等式から、マルコフの不等式の名前で使ってますけども、どういうものだったかっていうと、Z が T 以上である確率っていうのが、T 分の E の Z 以下であるという、そうですね。Z とか T が何だったかってことはちゃんと言ってませんけども、この式ではですね、それはちゃんとマルコフの不等式が何だかってことを見直してみてください。で、まあ、この場合には、この式が、適用できるような Z と T になってるんですけども、RN を Z だと思って、2HN-1 を T だと思うと、右辺はこれになるということですね。で、今ですね、この期待値っていうのは HN-1 だって分かったので、そのまま計算するとこれ2分の1になると。つまり何かというと、その実際にたどる辺の数が、期待値の2倍を超える確率っていうのは2分の1以下になりますよってことが、わかります。まあ、別に、逆の言い方すると、余事象を考えると、たどる辺の数が期待値の2倍で収まる確率っていうのは2分の1以上になりますということですね。だから、オーダーの意味で言うと、なんだろうな、たどる辺の数が、たどる辺の数がオーダーログ N になる確率は、まあ、2分の1以上が半分以上の確率で起こるということがわかるわけです。で、まあ、これはですね、マルコフの不等式を、まあ、簡単に適用した場合なんですけども、もう少し、ちゃんと考えるというか、チェルノフ状態の技法っていうのを使うということをすると、この確率がですね、もっと大きいんだ、2分の1よりも大きいんだっていうことがわかるので、それをやってみたいと思います。ただですね、そこではちょっと、H の比率じゃなくて、ちょっと、都合上違う、確率じゃなくて違う、対数の定を使うという形でやっていきます。それは、計算の都合上です。で、何をするかっていうと、チェルノフ状態の技法では何をしたかというと、普通の確率変数を考える代わりに、2に確率変数の指数関数を考えるってことをやってました。で、まあ、仮に、まあ、試しに2の RN 乗っていうのを考えてみることにしましょう。で、そうするとですね、今から、性質として証明するのは何かっていうと、この、RN、2の RN 乗ですね、という確率変数に対して、その期待値というのは K になりますよと。2の RK 乗の期待値は K になりますよということを証明していきます。で、これが証明できるですね、何がいいかっていうと、チェルノフ状態の技法が使えるわけです。で、何かというと、例えばですね、この RN が2のログ2N 以上になる。だから、オーダーログ N を超える確率ですね。それを言い方がちょっと変ですね。2×ログ2N と言えないですね。2×ログ2N 以上になる確率を考えようと思うと、この、
左辺と右辺を2の肩に乗せた式を考えても確率は変わらないわけですね。これは指数関数の単調性がわかるということです。でそうすると、この2の2のログに n 乗っていうのは何なのかっていうと、まあ、こういう計算はですね、割とスラスラできると嬉しいんですけども、これは2のログに n の2乗ですから、で、この中身はこれ n ですから、これ n の2乗になるわけですね。いいですかね。でそうすると、ここでマルコフの不等式を使うと、ここでマルコフの不等式を使うと、分母が n 次乗で、分子はこの左辺の方の期待値ですね。なるわけです。で、今この期待値は上の証明したことが正しいとすると、これ n になるわけです。分子は n です。だから全体としてこれ n-1 になります。つまり何かっていうと、rn が2倍のログに n 以上になる確率っていうのは n 分の1以下だって言ってるんで、余事象を考えると、rn が2ログ2未満になる確率っていうのは1マイナス2分、n 分の1以上になります。ですね。で、これは、n を無限大に持っていくと1に近づきますから、n が大きければ大きいことですね。まあ、n が大きい場合考えてるんですけども、n が大きいときには、その、期待値であったそのログ n ですね。ログ n を大幅に大きくなるってことは、超えるってことはほとんど起きないってことがこれでわかるわけです。いいですか？いいですか？なので、これ証明したいということになります。で、この時には、先ほどと同じように、全化式を考えるわけです。全化式考えます。で、全化式を作ってそれを解くということをやっていきます。じゃあ、まず全化式作りましょう。はい。で、先ほどと同様な手順に進んでいきますね。だから、まず、2の R1 乗の期待値なんですけども、R1 っていうのは常に0なので、これは、2の R1 乗の期待値は2の0乗の期待値であって、2の0乗1ですから、これ1です。で、2の、R2 乗なんですけども、R2 っていうのは実は、必ず1です。先ほどですね、E の R2 は1って言ったんですけども、注意しなくちゃいけないのは、一般的に E の2の R 形乗が、2の E の R 形乗になるわけではない。わけではないんです。ですから、これは注意してください。これは間違いやすいので注意してください。もう何度も言ってきましょう。これは間違いやすいので注意してください。で、こうではないんだけども、この R2 の場合は、R2 の場合は、R2 っていうのはこれ必ず1なんです。必ず1です。なんでかっていうと、先ほど言ったみたいに1、2ってやって、2から出てく辺を見るんですけども、2から出てく辺、これ1しか、1に向かってる辺しかないんです。だから、2に、いという頂点に今いて、そこにある、その、ドアを開けるわけです。扉を開けるわけですけども、扉1個しかないんです。扉1個しかないので、必ず2に入れば、1個辺をたどることで必ず1に行きます。だから、これ確率関係ないんです。だから、R2 っていう確率変数は、何が起きても1っていう、まあ、だから定数関数と言っていいですかね。そういう確率変数になっているわけです。だから、この等式で言います。だから、R2 そのものがこれ1なんです。いいですか。なので、この部分は正しいですね。で、2の1乗は2ですから、これ2になると。いうことになりますね。ここはややこしいですけども、これは注意してください。はい。で、こんな形で、K が、1の場合、2の場合はこういう形で計算できます。まあ、2の場合、計算する必要だったかどうかはちょっとわかんないんだけども、ちょっとやってきました。注意のためにやってきました。で、まあ、K が 2以上の時、2はまあ同じような、全化式が先ほどのメソッド作れるんですけども、ここに初めに書いてるですね、この部分ですね。この部分の、その倍増の仕方っていうのは先ほどの場合と、その RK の期待値を考えている場合と同じです。ただですね、ここの今考えている期待値は2の RK 乗の期待値なので、この部分も今 RK 乗になっています。いいですか。で、ポイントは何かっていうと、このですね、倍分けをしたですね、この上の場合ですね、上のところですね、この条件付き期待値が何になるのかっていうことがポイントです。下の確率ですね、この下の部分の確率。この部分が、K-1 分の1だと、これは変わらないですね、先ほどの、RK の期待値を計算したところと
変わらないわけです。だから、上のですね、この条件付き期待値が何なのかってことをちゃんと考える必要があります。で、ちゃんと考える必要があるんですけども、この部分は、何を見ればいいかっていうと、RK が何だったかってことをまず思い出しましょうと。で、そうすると、RK は1プラス RA だったってことは、これ変わらないわけです。先ほどの場合とね。だから、2の RK 乗が、この条件の下では、やっぱり2の1プラス R の I 乗になるってことは、これも変わらないわけです。いいですか。だからそのように書き換えられます。いいですかね。で、問題は何かっていうと、この部分をどのように変形してるのってことが違うわけです。今、この中身ですね。期待値の。これ2の1プラス RI 乗ですから、これは普通に 2×2 の RI 乗になります。ね。で、そうすると、期待値の線形性からこの2っていうのはですね、これ前に出せるわけです。いいですか。で、そうすると、この部分、最終的にはですね、K マイナス1分の2かける、シグマ。という形になるわけです。で、これで、全化式が得られるわけですけども、この全化式は、先ほどの全化式と異なる全化式になるということが、これでわかるわけです。どういうことかっていうと、今得られた全化式はこうなります。ですね。E の2の R 形状っていうのは、K が1の場合には1で、K が2以上の場合にはこの式になっているということですね。で、これ解きたいということになります。で、これはですね、やっぱりまたここに和があるので、先ほどみたいにこの差を取るってことをして、解きやすい全化式をまず作りたいということになります。そうすると、またこの分母の K-1 乗が邪魔なので、これ払いましょう。で、今の最後の式の両辺 K-1 倍すると、これ出てきますね。これ左辺の K-1 倍です。右辺は先ほどの分母の K-1 しかなかったと思います。で、この K を一つずらしたものを作ったのはこれです。ですかね。ちゃんと見ると、K-1 が K-2 になって、RK が RK-1 になって、K-1 が K-2 になると。で、これが内接範囲は K が3以上ですね。で、上から下を引きましょう。上から下を引くと、K が3以上の時に、これは左辺の差で、右辺は、もうこれ定数項ないですから、定数じゃなくて、シグマじゃないところないですから、シグマだけが残っていて、シグマの中の、この K 引きですね、ここだけが上で余分なので、2倍の E の2の RK-1 乗が出てくるということになります。で、そうすると、この2の RK-1 乗の期待値っていうのは、左辺と右辺で共通してあるので、これを右辺に持っていって、ですね、右辺に持っていくと K になるんですね。で、K-1 割ると、K-1 が出てくると。分母に出てくるという形で、K が3乗の場合、この式が成り立ちますということがわかります。いいですか？ということになりましたので、これは、二項完全化式になっております。で、これ解けますね。となります。で、実際にこれやっていきましょう。で、まあ、これ厳密にはセルフ的な方であるんだけども、E の、まず一番初めの式、これ先ほどの式と同じ式ですね。で、E の2の RK-1 乗に対して同じ式を適用すると、この部分が K-2 分の K-1 かける、ちょっと期待値。で、相違乗の部分が K マイナスになるということになりますね。で、この相違乗をどん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 下ろしていって、最終的には2分の3かける E の2の R2 乗というのが出てくるということになります。で、そうすると、まずですね、これですね。これ先ほど計算しました。これは、2でした。2でした。ので、どうなるかっていうと、この K-1 分母の部分が消えますと。で、消えますとどんどん続いていって、3も消えて2もこれ消えると。ということになるので、残るのは K だけと。ということになって、証明が終わると。ですね。いいでしょうか。だから重要なのは、この、まず全化式を作るっていうんですね。これちゃんと、条件付き期待値を考えて作ることができるところが重要で、もう一つは全化式を解くという部分ですね。この、分母っていうか、元々のところですね。確率からでいうところ、だから分母がなんかこう出てきて、分母が出てきて、いかないですね。こういう部分も出てきて、ちょっと扱いにくいので、これうまく扱うためにいろんな工夫をしなくちゃいけないっていうことがあるんですけども、まあ、それができれば、解くことは、多くの場合にできると思いますので、ぜひやってみてください。はい。という形で、この全身問題についてまとめ。乱数を使わないアルゴリズム、はじめに言った単純なアルゴリズム1っていう場合には、最悪の場合に、ネットドル辺の価値が N マイナス1になることがあるんですけども、ランタクアルゴリズムを使って、
数える辺の中から、一つを、一応分布に従って選ぶということをすると、たどり辺の数は、期待値では、HN-1 という、このオーダーですね、6N プラスオーダー1になりますし、高確率でたどり辺の数がオーダー 6N になるということも言えるということが分かりました。つまり、これ乱数を使うことで、高速に解くことができるということが分かったということになります。これがその乱数の威力になるわけですね。書いてみましょうね。なしの力になります。よろしいでしょうか。これがその前進問題っていうものの説明で、これでその、ランタカローリズムってのはこういうものかなっていう、ちょっとイメージを持ってほしかったということになります。ではですね、次のトピックとしては、もう少し実践的というか、よく出てくる例として、有名な例として、このランタカクイックソート、ソーティングの問題の、ランタカローリズムを考えていきたいと思います。ソーティングっていうのは、皆さん、アルゴリズム論第一とか、プログラミングツール論とかで、勉強したと思いますけども、もう一度言っておくと、入力として異なる N 個の数からなる配列が与えられるとします。で、それを並び替えて小さい順にしましょうというのがソーティングという問題です。ここではですね、この異なるものとしてるんですけども、別に、ソーティング自体がですね、異なっている必要はないんですね。異なっている必要ないんですけども、ちょっとこれ異なっていることにした方が、いろんな解析が楽なので、こうしておきます。で、異ならない場合の話もあるんですけども、ちょっとそれはややこしいので、ここでは扱わないようにします。異なるものとします。で、例、下にありますね。A として、8351794という、配列が与えられたら、それを123456789という形に並び替えるというのがソーティング問題ですね。アルゴリズムにおける基本的な問題でよく研究されているし、皆さんもよく勉強しているというわけです。で、いろんなソーティングアルゴリズムっていうのは知られているわけですね。で、特にですね、ここではこのクイックソートと呼ばれる、クイックソートを考案したのはホアと言われてますけども、ホアと呼ばれてますけども、ホアのクイックソートは、どんなものかというと、最近よってソーティングを行うアルゴリズムの一つです。最近によってソーティングを行うアルゴリズムたくさんあるんですけども、そのうちの一つです。で、どういうものかっていうと、A からですね、要素を一つ選択します。だから A っていうその与えられた入力の配列ですね。そこから一つ、成分って言います。要素を一つ選びます。どれでもいいです。で、それをピボットと言います。ピボットと言います。で、A をですね、3つの部分に分割します。で、これ後でちょっとやりますけども、何かっていうと、P はピボットですね。そのままですね。で、ピボットよりも小さい要素からなる配列、これ A1 とします。で、ピボットよりも大きい要素からなる配列、これ A2 とします。で、何かというと、A1 と A2 を再帰的に整列します。で、最終的に整列したら、その結果を A1 プライム、A2 プライムとしましょう。で、最終的に A1 プライムと P と A2 プライムをこの順に連結して出力します。そうすると、ちょっとじゃあ、まず、書いてあることを読みますね。アルゴリズムが正しいことは、僕は直ちにわかります。なんでかっていうと、A1 はピボットよりも小さい要素からなっていて、A2 はピボットよりも大きい要素からなっていて、それらを、最適に整列したら、この順に連結して出力すれば、それは、正しい想定の結果になっているということなわけです。直ちに分かります。直ちに分かるっていうか、これは、もちろん、ちゃんと証明しなくちゃいけないんですけども、ちゃんと証明するっていう方法は、この、講義の主眼ではなくて、その、なんだっけ、プログラミングツール論とか、アルゴリズム論第一とかの主眼なので、ここでやらないということですね。で、このピボットの選択法、どのようにして A から要素を一つ選ぶのかということと、A1 や A2 をですね、どのように作るのかとかっていうことで、細かい実装が変わってきます。で、これ、細かい実装変わるんですけども、その細かい実装のことをですね、ここではちょっと、A1A の作成法については言わないんだけども、ピボットの選択法については言ってきます。で、ちょっとまず、クイックソートはどんなものなのかっていうこの例をまず見てみましょう。例えばですね、こんな入力があったとします。これ、51807241013。これは A がこれ、こういうふうな配列だと思ってください。で、この時に、クイックソートは何をするかっていうと、まずはじめにですね、ピボットを選ぶわけです。
一つ選びます。まあ、これどれでもいいんだけども、例えばこの5っていうですね、一番先頭のものを選ぶとしましょう。で、そうしたら、次のステップが何をするかっていうと、この配列ですね、配列を、ピボットとピボットよりも小さい要素からなる配列と、ピボットよりも大きい要素からなる配列に分けます。で、ピボットはこれ5なわけですね。で、じゃあこの中で、この5よりも小さい、のはどこになるかっていうと、これは、1と、2と4ですね。で、それらを集めてきて、こちら側、小さい配列を作る。これが、だからこの場合 A1 になります。で、右にあるのは A2 ですね。5よりも大きな数値からなる配列になるわけです。で、何するかっていうと、この A1、A2 っていうのを、右差異的に相当するわけです。だから右差異的に相当するので、この A1 に対しても同じ先ほどのようにピボットを選ぶわけです。で、ピボットを選んでまた分割するということをします。で、例えば、ピボットとして、この最先頭の1っていうのを選んできたら、1というピボットと1よりも小さい要素と1よりも大きい要素に分けると。で、そうすると、1よりも小さい要素がないので、つまりこの場合は A1 の部分が、なんて言えばいいのかな。空って言っていいのかな。ちょっと空って言っていいかどうかちょっとわかんないですけども、空にしますね。空になります。存在しない。存在しないって言っていいのかな。空ですね。今空にします。で、こちら側は A という形になるわけです。という感じで進んでいきます。で、そうすると、これも、これ A1 の側はないので、ありませんから、こっち側はその再起が止まってるわけですね。A の方はまだ要素2つありますから、こっち側は、ピボって選ぶわけです。で、例えば2を選びましょう。で、そうしたら、2よりも小さいものと大きいものを選ぶんだけども、小さいものはなくて大きいものが4だけという形になります。で、そうすると、大きい方もですね、これ1つしか要素ありませんから、ここで、この再起はストップするわけです。で、そうすると、何が分かるかっていうと、この1、2、4の部分。1、2、4の部分は、1、2、4を順に並べると相当できてますよということが分かるわけです。で、これによって、もともともですね、上の一番初めのところで分割した、この1、2、4の部分の相当した結果が1、2、4であるということが分かります。じゃ一方ですね、右の方どうかというと、こちらもですね、再帰的に相当していくわけです。で、そうするとまずピボットを選びます。で、例えば、先頭の要素8をピボットとして選ぶとしましょう。で、そうしたら、8をピボットとして、8よりも大きいものと小さいものに分けます。で、小さいものは7だけ。で、大きい方は19、13というふうになります。で、そうすると、小さい方が7だけなので、これも相当終わっているということになります。再帰ストップします。で、19、13の方はまだ、たくさんありますから、こっちはまた再帰的に相当してきます。つまり、ピボットを選びます。で、先頭のものを選ぶとして、10が選ばれたとしましょう。で、そうしたら、10よりも大きいものと小さいものに分けるわけです。で、10がピボットで、小さいものは9、大きいものは13という形になります。で、そうすると、これ全てのところが、要素1個ずつになったので、相当ができましたということになります。つまり、10、9、13という部分を相当すると、9、10、13になるということが分かったと。なります。で、そのことから、この8、10、7、9、13という部分を相当すると、7、8、9、10、13になるということが分かったわけです。つまり、この全体は、一番上の部分の、この1、2、4、5、7、8、9、10、13という形で相当ができたということが分かるということになります。で、これが結論ですね。出力としては、1、2、4、5、7、8、9、13、9、10、13を出すということになるわけです。で、これがクイックソートの実行割になります。よろしいでしょうか。早かったかもしれませんけども、多分これ皆さんご存知だと思っているので、ちょっと説明を早くやってしまいましたけど、いいですか。で、この時にですね、このどの要素を、なんだっけ、ピボットとして選ぶのかってことと、この A1 とか A2 っていうのをどのように作るのかってことでバリエーションがあるんですけども、特にこのピボットの選び方ってその注目してみます。で、いろんなピボット選択法っていうのがありまして、よく使われるとか、よくの解析されてるって言ってください。よく解析されてるのは、配列の先頭の要素をピボットとする。これ先ほどの、例で行ったピボットの選択法です。で、配列の先頭の3要素の中央値をピボットとするっていう、こういうですね、方法もあってですね、これもなぜかとは言っちゃいないけども、これもある理由があってよく使われるピボット選択法です。で、これもありますね。配列の中のランダムな要素をピボットとするっていうのがあって、で、これがですね、これ、ランダムなとかって言ってるね、これがつまり、ランタクアルゴリズム、乱数を使ってるアルゴリズムになるわけです。
で、まあ、よくそのランダムクイックソルトといったら、この3番目のことタスクが多いんだけども、まあ、乱数を使っていれば、すべて、まあ、ランダムクイックソルトなので、この選び方をすれば、それが、まあ、ランダムクイックソルトであるというふうに言うのは、ちょっと乱暴すぎるかなという気もします。だから、例えばですね、配列の中からランダムに3要素を選んできて、その中の中央値をピボットとするとか、こういうこともですね、あり得るんですね。で、それも、まあ、ランダムクイックソルトな、ソートと呼んでいいものなので、何がランダムクイックソートでしょうと言われたら、ちょっとまあ困るところもあるわけです。だけども、今から解析していくクイックソートにおけるピボットの選択法は、この配列の中の一応ランダムな要素をピボットとするというものにします。まあ、これが一番解析しやすいので、これやっていきましょうと思います。つまり、その各要素がピボットとして選択される確率は同一。つまり、要素が N 個あったら、どれも N 分の1の確率で選ばれると。ということになります。はい。で、まあ、こんな感じの疑似コードを書きましょうね。これはですね、そう、適当すぎる疑似コードを書いているので、まあ、これをそのまま書いてもですね、もちろん動かないわけですけども、まず、じゃ気分をお伝えすると、まあ、A という配列でが与えられると。A は、異なる数からなる配列です。で、A の長さが0だったら、まあ、何もしないということですね。まあ、想像済みと思うわけです。で、A、じゃあ、P として、large A から、一応分布に従って一つ数を取ってきます。で、その取ってきたものを P とします。で、P から、A から P を取り除きます。これ4行目ですね。で、取り除いた後の A における全ての要素 E に対して、この6行目はちょっと無視して、7行目が本質なんですけども、E が P 未満だったら、この E は A1 に加えましょうと。で、そうじゃなかったら、その時には E というのは P よりも大きくなるわけですけども、その時には、A2 に E を加えましょうということをします。で、これを全ての要素 E に対して繰り返します。で、これによって、A1 の方には、E よりも小さい要素が全部入って、A2 の方には E よりも、あ、P よりも大きい要素が全部入るということになります。で、最終的に、A1 に対して再帰呼び出しをして、A2 に対して再帰呼び出しをして、P を真ん中に置いて連結したものをリターンするということになるということになります。で、このプリント G なんですけども、この講義でやってるみたいに、計算量というものを具体的に計算するために、これはこのループを何回回ってますかってことを最終的に数えるということになります。で、これ最近の中でもこのループは動くので、それら全てを、通して、このプリントされる G の数っていうのを考えることになります。で、これはですね、別の言い方すると、この7行目を何回実行するかっていうことと同じになります。7行目を何回実行するか。で、7行目は何をするかっていうと、これ比較をするわけですね。数値の比較です。で、この数値の比較を何回行うのかということが、この出力される G の数と同じになるということになるわけです。で、比較の回数を数えるということは、このソーティング問題を解くですね、整列問題を解くアルゴリズムを解析するときにですね、よく気にすることなんですね。まあ、なんでこれを気にするのかってことは別の、話になるんですけども、これを気にすることが多いです。ので、ここでもその比較回数を気にするということをしてみましょうということになります。で、今ですね、書いたのは、なんだっけ、疑似コードだったんですけども、ここでは、本当に動く Ruby のコードを書いてます。で、これは Ruby でこのまま書いてもらえば、これ動きます。動きますので、ぜひ、皆さんやってみてください。という感じで、クイックソートできます。で、これは、今言ったみたいに、この、ソートするアルゴリズムの、性能評価を今からしていきたいと思うんですけども、そこでは、この比較回数ですね。今回はこの比較回数に注目して、解析をするということをします。ただですね、ソーティングアルゴリズムの、評価尺度としては、比較回数以外にも、この要素を移動した回数とか、どれぐらい領域を使うのかとかってことも、気にすることがあります。まあ、もちろん、その、なんだろう、実時間での、計測した時のその実行時間ですね。っていうのも重要になったりするんですけども、まあ、理論的な性能評価の場合は、この3つがよく使われることが多いかなっていう気がします。だからですね、比較回数をよく考えるんですけども、比較回数イコール計算量ではないってことですね。私はですね、強くここでですね、主張しておきたい。主張しておきたい。
ですね、そういう間違ったことを言う人はいるんですよ。どういうこと言うと、またちょっと怒られるかもしれませんけども、明日とかで、そもそも計算量とは何なんだってことですね、ちゃんと定義せずに使ってる人とかはいるわけですけども、ここでは比較回数を考えますということをちゃんとここでは明言しています。で、先ほどの、G コード、あるいは Ruby のコードにおいて、この使用された G の個数っていうのが、ここでは比較回数になります。ので、これを考えましょう。でですね、問題なのは何かっていうと、比較回数はですね、いろんなものに依存します。で、まず何かっていうと、これはランタグクリックソートなので、どの要素をピボットとして選ぶのかによっても変わりますし、そもそもですね、入力される A っていう配列がですね、異なれば、それによっても変わる可能性があるわけです。ですか。で、まず注目したいのは、その入力 A っていうのを固定しましょう。入力 A を固定します。ある一つの、決まった入力 A というのを発表します。で、その入力が決まっていても、ピボットの選択が、ピボットとしてどの数が選択されるのかによって、最終的なこの比較回数っていうのは変わる可能性があるわけです。なので、それはですね、確率変数になるわけです。解読をちゃんと言いますね。ランタグクイックソートにおいて、比較回数が使用される乱数によって変わる確率変数なので、XA と書いたらこれ確率変数なんだけども、これは A を入力したときに、今考えているランタグクイックソートが行う比較回数であるというふうにしましょう。で、これ確率変数です。だから、一つ入力が決まっていても、使う乱数によって、選ばれるピボットによって、最終的に行われる比較回数は変わる可能性があります。で、これはですね、実際に実験してみたんですね。で、これ各 n に対して入力はこれに固定しています。だから A としてはこの逆順ですね。n-1。だから例えば、n が5だったら、これは54321っていう配列です。っていうふうにも一つ決めてます。で、決めた入力に対して、各 n に対して何だか分かんないけども5050回実行してます。これ本当はですね、本当はこれ100回実行しようと思ったら間違えて5050回実行してしまったっていう感じなんですけど、そう置いといて5050回実行しました。で、そうして、この図は何を表してるかっていうと、横軸が n です。横軸が n。で、縦軸が先ほどの意味での比較回数です。比較回数です。で、何を書いてるかっていうと、このですね、例えばこの縦で割ると、これ N が60のところで割ると、この N が60のところにこのですね、小さな丸、薄い丸がこれ5050個あるんです。5050個ありまして、5050個あるというのはこの薄い丸です。薄い、赤い丸です。で、それらの平均、この薄い5050個の丸の平均がこの赤い丸になっています。赤い丸になっています。で、赤い丸がこんな感じで、単調とは言えないけども、増えてるなということがわかるわけですね。だからもちろんその比較回数は N が大きくなるんですけど、増加するんだけども、まずだから着目しなくちゃいけないのは、どの N においてもそのばらつきがあるということです。だから先ほど言った通り、選ぶ乱数によって比較回数というのは変わる可能性があるし、実際これ変わっているということになります。でですね、この赤い点はそれらの平均なんですけども、平均がですね、この見えるか分かんない青い線ですね、乗ってるんですね。で、この青い線というのは実は何かというと、今からこう計算するこの期待値です。このアルゴリズムが費やす比較回数の期待値を、期待値の上階を計算するんですけども、その上階が実はこの青い線になります。で、その上階はですね、割とこのぴったり、この実験における平均に一致してるっていうのが怖いというか、すごいというか、そういうものになっていて、それがわかるというのがこの図になっています。いいですね。で、実際この青い線ですね。これだから式があるわけですけども、その式は後で求めていきます。で、これはですね、じゃあどれぐらいばらつきがあるのか、これ5050個の、点がですね、もう固まりすぎて見えないので、このじゃ N が100の場合、N が100の場合のところでこれ切ってみて、頻度分布を書いてみます。で、こんな感じになりまして、これ N が100の場合ですね。で、5050回実行すると何かというと、このピンクがこれ頻度分布ですね。頻度分布です。で、N が何を書いてるかっていうと、N が100の時に、横軸が、100回数です。100回数。で、縦軸が、その100回数が5050回中に何回現れたかっていう頻度になります。
頻度になります。で、そうすると、最頻値、ここら辺にあって、それは、なんていうの、630ぐらいですかね、ありましたけども、赤い線は何かというと、この部分が、この、先ほどの図の、先ほどの図のこの赤い点ですね。この赤い点が表している。だから、何を言ってるかというと、次のページの図っていうのは、この M が100の部分の様子を切り出して、この縦軸を横軸にしてみてて、このなんだろうな、画面からこう飛び出てる部分を、その頻度分布として、縦軸に書いているということです。わかるかな？通じますかね？っていう感じです。という感じです。で、そうすると、何を言ったかというかって、ここら辺が平均なんですけども、平均よりも大きくずれて、比較回数が大きくなるということはそんなにないということもわかります。実験からね。実験からわかります。で、このようなですね、分布を求めるっていうのは、これはですね、割と難しいんですね。これちょっとこれは、難しいのよく、この授業でもやらないですし、私もどうやったらいいかよく知らないんですけども、分布を求めるのはこれはですね、割と大変です。まあ、前回はですね、ランダムグラフの時に分布を求めるときにその相転移というのがあったってことをやったんですけども、これはなんかその相転移ではなんかその綺麗な分布ではなくて、こっちややこしいので、これをちょっと解説します、ね。そもそもこれは単方なのかどうかしか、ちょっとわかるんですね。もしかしたらなんか、ジグザグしていますね。この実験だけはどういう風なのをしてるかよくわかんないこともありますけども、だから、伝えた対応は何かっていうと、この平均よりもすごく大きくなるってことは、あんまりない。ってことは、まあ、この実験結果からもわかりますし、それは理論的にもわかっています。特にですね、今この、平均は、これはだから650ぐらいなんですけども、650の2倍というとですね、大体何かっていうと、1300ぐらいですね。ここら辺よりももっと右に行ってますけども、1300を超えるなんてことは、もうまずない。まずない。まあ、ゼロですね。0% ですね。まあ、この場合は。まあ、この場合ちょっと N が小さいんで 0% になっちゃいますけども、N をもっと大きくしていっても、平均の2倍を超えるってことのが起きる確率は、すごく小さいです。すごく小さいです。ってことが、まあ、言えます。まあ、それは今日ちょっと言わないんですけども、それが知られているってことですね。知られているってことを今言っただけです。で、まあ、こういうことも、まあ、実験においては分かるわけですね。で、今からやっていきたいのは、先ほども言ったことの青い線ですね。この青い線、見えないわけですけど、この青い線が何なのかってことを、はっきりとさせるっていうことです。これ、今からやっていきます。で、それは何かというと、これですね。先ほど言ったのは、これ XA ですね。入力 A に対するランタククイックソートに比較解するという、確率変数を XA とするんですけども、それに対してこのスモール XN というのが考えます。これは何かというと、入力サイズを N としたときの最悪磁気帯規格回数です。これは分かりにくいですね。で、これはここに書いてあるような量になります。何かというと、これ A の長さですね。これと A の絶対値になってるんですけども、これは絶対値じゃなくて、これ A の長さです。配列 A の長さです。だから配列 A の長さっていうのが分かるようにちょっと書いた方がよかったんですけども、今 A の長さです。配列 A の要素数ですね。要素数が N であるようなものを全部考えます。全部考えて、それらの A に対して、XA の期待値を考えます。で、そうすると、配列の長さが N であるようなものっていうのは、たくさんあるわけです。たくさんあるわけです。で、そのたくさんあるもの、すべての期待値を考えます。XA ですね。X の期待値を考えます。で、その XA の最大値を取ります。いいですか？何かっていうと、長さが N であるような入力を全部イメージしてください。イメージして、それらの期待値を全部考えます。で、その期待値が一番悪い入力は何でしょうということを考えているのが、この最悪磁気帯比較回数ということですね。わかりますか？いいですかね？いいですかね？だから、期待値が一番悪いときはいくつでしょうということを考えています。だから、ちょっと言うと、今ですね、この例では5431っていうものを考えているんだけども、それ以外の入力も全部考えるんです。それ以外の入力も全部考えて、この期待値が一番大きいものは何なんでしょうっていうことを考えています。わかりにくいかな？大丈夫かな？
また式の上ではこうなってます。式の上ではこうなってます。はい。で、何を証明したいかっていうと、これ目標ですね。この XN が小さいことです。XN のオーダーが N の N であるってことを証明していくってことになります。だから、何かっていうと、これ結論から言うと何かっていうと、最悪時、期待比較回数。っていうのが、オーダー N of N になるということを証明しています。いいですか？ここら辺はですね、ちょっといろいろと、なんだろうな、なんだろうな、なんて言えばいいでしょう。気をつけた言葉遣いを割としています。期待比較回数の最悪値の場合ですか？これはですね、これを言うと混乱するかもしれないけど、やめとこうかな。やめとこう、やめとこう、やめとこう。でもやっぱりよかない。これ、なんで今言おうと思ったかっていうと、これ、言いようと思ってですね、質問するから、質問。これはですね、最悪値期待比較回数って言ってるんですよ。これは、期待最悪値期待比較回数と違います。あ、そっか。もう何を言ってるんでしょうということになりそうですけども、だから、この式が表しているのは、期待比較回数の最悪の場合なんですね。だから、そのちょっと、じゃあこっちは何なんだっていうふうに言われてますね。だからこれは最悪時期待回比較回数の期待値となりますよね。だから、この最悪と期待の順番が変わると意味が変わってくるので、それはまあ注意してほしいということになりますね。で、今からやるのはこの最悪時期待比較回数ということになります。で、これがどういう全化式を出すのかということを今考えているということになって、それを実際に解いていきます。で、それをやろうというのが今からやっていくことの内容になります。はい。で、それやっていくんですけども、じゃあ、やっていくので、順番にやっていきますね。で、そのために XN が満たす点が相当するんですけど、まず X0 は0です。要素、M が0の時には、これは、要素を持ちませんから、先ほどのですね、そのグルグルで回る比較の通りに入っていかなくて、2行目ぐらいので終わるわけですね。だから、X0 も0であるということは、まずわかります。で、これがその初期値ですね。この全化式の初期値になります。じゃあ、N が1以上の場合どうなるか。ということになりますね。で、そうすると、XN が、この期待値の最大値ですから、その最大値を達成するような入力というのがあるわけです。で、それを A とします。だから、この場合、今 A の、要素数は N です。で、今こうなってますから、これを目指しますね。で、この A に対して、これ、要素数が N 以上ですから、ちゃんとアルゴリズムはピボットを選んで分割して、比較をするということをやっていきます。で、そのピボットによって、この、比較回数変わってくるわけです。比較回数が変わっています。で、それも期待値を戻しましょうと言いますから、そのピボットの選択によって倍開きをします。で、そうするとこのような、式が得られると。で、これは倍開きの仕方は先ほどの前進問題の時と同じで、何をピボットとして選ぶのかってことが確実に出てきて、それを条件として条件付き期待値を考えているという形になります。で、ここでは AI プライムがピボットであるという書き方をしていますけども、AI プライムっていうのは A の中で I 番目に小さい要素であるというふうにしてください。まあ、例えば、5、3、2、6、4とか書いてあったら、A1 プライムってのがこれ2ですね。A2 プライムってのが3。こんな感じになります。ですから、一番小さい要素が A1 プライム。2番目に小さい要素が A2 プライム。点点点、A5 プライムが6と。こういう感じになります。はい。で、そうすると、一つ一つの要素がピボットとして選ばれる確率。これは全部同じなわけです。これ N 分の1ですね。で、何がピボットとして選ばれるかによって、その最近の進み方が変わってくるわけです。なので、このですね、条件付き期待値の部分を真面目に考える必要があります。ですね。確率は N 分の1で、この部分、条件付き期待値をちゃんと考えなくちゃいけないということになりました。で、AI プライムがピボットとして選ばれると、この A という配列はどのように分化されるかということを考えます。
今、ここに書いてある式は、先ほどの最後の式と同じですね。で、この時に、まあ、AI プライムをピボットとして選んでいるという状況を考えてますから、その時には何が起こるのかっていうと、AI プライムっていうのは、I 番目に小さい要素だったので、この時に A を2つに分けた時に、A1 の方は、ピボットよりも小さい要素が現れて、A の方にはピボットよりも大きい要素が現れるので、A1 の方の要素数は i-1、A2 の方の要素数は n-i になるんです。ちょっと書きましょうかね。AI プライムっていうのが選ばれると、この A1 の方に出てくるのは、ここには i-1 個あって、A2 の方には n-i 個。こういう形になるわけです。いいですかね。で、この A1 と A2 に対して、再帰的に相当行っていくということになるわけですけども、A1 の長さは i-1 なので、A1 に対する比較回数の期待値は xi-1 以下になります。ここですね。なんでかというと、xi-1 っていうのは、長さが i-1 の配列における期待値の最大値なんです。で、A1 っていうのは、長さが i-1 なので、その長さが i-1 の中で最大のものと、特定のものを比べてますから、最大の方が特定のもの以上になるということですね。で、同じことは A2 の方に入れて、XN の期待値は、スモール XN-i 以下になるということになります。よろしいでしょうか。で、これを使うと、この部分ですね、が、不等号を使って書けるということになります。どういうことかというと、今ですね、何が起こるかっていうと、この部分、この期待値の部分が、何が起こるかっていうと、まず、ピボットと他の要素は全て比較しますから、その時に N を比較します。ですね。で、最強の中で何が起こるかっていうと、A1 の方では EXA1 回比較が期待値の意味で行われて、N の方では EXA2 回期待値の意味で比較が行われます。で、そこでは期待値の線形性を使っています。で、それぞれは上から XI-1、XN-i で抑えられますから、それを抑えて不等号が出てくるという形になるわけです。いいですか？これがこの考察から得られるということになります。で、あとはですね、これ整理する。整理すると、まあ、こんな感じになるんですね。N-1 が N 個あって、 N 分の1してますから N-1なので。で、この部分は XI-1 と XN-i があるんですけども、これ1から N まで、足していくと、XI が2回ずつ出てくるという形になっているのがわかります。ので、N 分の2が出てくるという形になって、これで N が1以上の時にはこの式に落としますよという前化式ができましたということになります。つまり、これですね。これが得られた前化式です。X0 は0であって、N が1以上の時には不等号がついてますけども、XN は N-1 プラスこの和以下であるということになるんですね。で、これ解けばよいということになります。で、解くといっても、これ不等号だから、まあ、解けないわけですね。これ厳密にこの XN ということが、ものが分かるということにはならないわけです。だから、ここで得られるのは XN の常解だけです。常解だけです。で、常解をじゃあどうやって求めるのかっていう話になってきます。で、その時に何をするかっていうと、この XM に関して選べている、前化式の、この、不等号を等号に変えた形で得られる数列を考えます。あそこでこれ T と書いてますけども、つまり T0 は0で、TN はイコールこの形。XY はきれいに書いているという形にしたもの。これを考えます。で、これは全てイコールなので、これはまあ頑張れば解けるかもしれないわけですね。まあ、今から解こうとするんですけども、これ頑張れば解けるかもしれない。で、重要なのは何かっていうと、これイコールにしたものを考えると、実は必ず XN が TN 以下になるっていうことが出てきます。これ、演習問題ですけども、まあ、数学的機能法などを使えば簡単に導けると思います。ので、何かというと、TN が分かれば、それが XN の常解となります。まあ、もう少し緩くて、TN の常解が分かれば、それが XN の常解なので、 TN の常解が分かれば、まあ、もっと欲張れば TN 自体が分かれているということになりますので、これをやっていきましょう。で、今やるのは、ここに書いてある前化式を解くということです。
で、これはですね、先ほどの、先ほどというのは前進問題です。前進問題の時と同じように、輪があるので、やっぱこの輪を外したいなっていうところから始めるわけですね。で、それをやっていこうと思います。で、これは、今の、n が1以上の時の式ですね。で、これをじゃあ、n ずらす前に、あ、さ、もう先にずらしましたね。ずらしました。ずらすと、これはですね、n プラス1にしてますね。その方が考えやすかったか、そうしますね。で、そうすると、n は0以上の方に出す式になります。そうすると、n マイナス1が n になって、n マイナス1が n になって、 n が n プラス1になる。この形になります。で、これでどうするのかな。で、この2つの式をここで変形しますね。これは、上の方は両辺 n かけてます。で、この分岐を外してると。で、下の方も両辺 n プラス1をかけて、こういう形にしてるということになります。で、これで上から下を引きましょう。下から上かな？下から上かな？ちょっとどっちかわかんないですね。引きます。下からですね。下から上を引きます。で、そうすると、このシグマのところは、n、i が n のところだけ残って、2tn になります。で、n-1n と nn プラス1、これ引くと 2n ですね。残りますね。n 除去中ですからね。残りますね。2n ですね。はい。で、左辺の方はそのままこういうふうになると。そうすると、左辺と右辺に両方とも tn が出てきますから、まあ、ここら辺整理されなっていう気がしてくるということですね。じゃあ整理していきましょう。この式は今 n が1乗のところに成り立っていますけども、その式そのまま書きました。で、これはですね、こういうふうにするとやりやすいんで、やってみますね。両辺を2、n プラス1、n プラス2で割ってみます。で、そうすると、左辺と右辺、こんな形になりますね。これ、じっと見てもらえば分かると思います。2はいらなかったかもしれないですけど、2もちょっとつけましたね。つけました。で、そうすると、何が分かるかっていうと、今ですね、この部分ですね。この部分を、なんか SM とかって置きましょう。そうすると、この n を n プラス1にしたものが左辺になるってことが分かるわけですね。つまり、こういうふうに置くと、この左辺はですね、sn プラス1になるわけです。そうすると、sn プラス1イコール n プラス1分の n プラス2分の n プラス sn って、こういう式になるわけですね。で、こうすると、これはですね、sn に関する、すごい簡単な全化式になって、これを解けるでしょうっていう気がこうしてきますよね。まあ、それする、まあ、実際は解けるんですけど、解ける気がしてくるわけです。だから、こういう、変形しましょうということになります。で、この変形がうまくいくように、まあ、うまく割ってるということになりますね。で、実際これを書きます。だから、同じようにこれ書きますと、だから、これを今 SN と置くと、今か、言ったのは SN プラス1、これは SN プラス1で、ここ SN で、このなんか、この分数式の部分、これはですね、部分分数の分ができまして、部分分数の分がこのような形になります。N プラス2分の2マイナス N プラス1分になります。で、これは、ちょっと待ってください。これはですね、すいません、ちょっと画面共有が切れてしまったので、もう一回共有しますね。画面共有見えてますでしょうか、いいでしょうか。ですね、すいません。ちょっと画面が荒れた、何が起こったのか分からなかったんですけども、ですね、すいません。これはだから、n が1乗のところに成り立つ式なんですけども、初項を求めておくと、s0 がですね、n が0の時なので、t0 を、使って書くと、t0、0なのでですね、これが、出てくるという形になります。で、t1 もですね、実は0なんですけども、t1 を、s1 をそれを使って求めると、s1 も0になります。ということがわかると。で、これをですね、使えば、SN の一般項が出てくるはずなんだということがわかるわけです。で、それをまず、計算していきましょう。で、そこから、TM、この式を使って、TM の一般項を埋めるということをします。ですね。そうなんですね。近づいてきた。やりましたね。嬉しいですね。あ、嬉しいですねって言うと、喜ばれるので、嬉しくなったんですけども。じゃあ、この式が今、成り立っています。N が2乗のときに。で、またじゃあ、この SN マイナス1に対して同じ式って記入してみると、こうなるということですね。N 分の2マイナス N マイナス1プラス SN マイナス1。で、またこの SN マイナス2に対して同じ式を適用するということをやっていくと、まあ、点々点、こんな形になるというわけですね。で、最後は S1 になるとですね。で、S1 さっき0と言いました。
で、これは何なんでしょうとなるわけですね。で、これはですね、いろいろと困ることがあるんですけど、何かっていうとですね、というのは今、ここの部分の黄色を見てみましょうと。で、この部分の賃金を見ると、先、初めの方はマイナス1で、次の部分プラス2ですから、この部分は計算するとですね、これはプラス N 分の1なんですね。で、これ同じことはですね、次のところに続いていくわけです。だからここはですね、プラス N マイナス1分の1なんです。ですね。例えばどこまで続くかっていうと、最後の部分どうなるかっていうと、ここはですね、これプラス3分の2になるわけです。で、S 以上は0です。で、そうすると、で、まあ、N プラス1分の2。これは何なのかなって思うと、じゃこれはですね、N プラス1分の1プラス N プラス1。こうしましょう。で、ここにまだですね、マイナス2分の1が残っているんですけども、これ、すみません、次のページ。あ、そうですね。で、すみません、次のページによると、まだこれ分配しなかったので、変更します。ということになるので、残るのは、N プラス1分の2と、ここら辺のプラスプラスプラス3分の2まで。で、マイナス2分の1です。これは残ります。で、残ったのが入ったらこうなりますですね。いいですか？で、これは、こうかけますね。これ、いや、行き過ぎましたね。じゃあ、これはどうなるかっていうと、この初めの部分を、これを、2つに分けましょう。N プラス1分の1プラス、N プラス1分の1。でですね、そうすると、ここら辺ですね、N プラス1分の1から、これを足したもの。これはですね、非常に調和数に似てるんですね。調和数何だかって言うと、HN プラス1と書いてある。これは、1プラス2分、あと2分の1プラス3分の1プラス、点点点プラス、N プラス1の1。こうだったわけですね。で、そうすると、どれだけこの、この調和数に足りないかっていうと、1プラス2分の1分だけ足りないわけですね。だから逆の言い方すると、このピンクの部分を、調和数を使って書き換えようと思ったら、書き換えたら1と2分の1を引けばよいということになります。で、それをやってあげましょう。で、そうするとこうなります。ですね。N プラス1分の1が残っていて、調和数が出てきて、1と2分の1を引いて、マイナス2分の1。という形になるということです。で、そうすると、まあ、後ろの部分はまとめられるので、まとめると、マイナス2分。で、これで SN が分かりましたですね。つまり N が2乗の時はこれであって、N が1の時には0というのが、調和数です。あ、調和数、SN です。で、SN が分かったので TN も分かります。TN は、まず、今これですね。SN がこれになります。で、これは N が0の時も成り立ちます。なんでかっていうと、S0 はもともと0なんだけども、この式の N を0とすると、H1 プラス1分の1マイナス2ですね。で、H1 というのが1ですから、それが0だなと。ということで、S0、N が0の時のこの式が成り立ちます。はい。それで、ここから従って TN が何なのかっていうと、これは TN というか SN を同定義したっていう式を見てみるとこうなると。で、つまり、この SN に 2×N プラス1倍、N プラス1倍してあげると、TN が求まりますよという形でこうなります。これただ2倍しただけですね。あ、2×N プラス1倍しただけです。いいですね。で、これで TN が分かりました。つまり、XN の上階が分かります。したがって、XN はこれ以下です。ということになるわけです。で、これは、さっき言っていたみたいに、この、HN プラス1の部分は、ログ N プラス O 大1。ですから、全体として、これは、オーダー M レベルだったことが分かる。ということですね。で、それが次の結論かな。そうですね。これが言えるということになって、まあ、ここの式はもっとなんか、すごく厳密に書いてますけども、まあ、厳密というか、こんな形になりますと。で、これがオーダーログインですね。ということになります。よろしいでしょうか。はい。でですね、先ほどの図じゃなくて、そうです。先ほどの図じゃなくて、ここまでが良かったと。で、この、任意の N と、長さが A であるような入力に対して、期待値はこれ以下になると。なんでかっていうと、この期待値は、あ、この期待値は XN 以下だからですね。で、XN はこれ以下だからですね。N プラス 1× ログ N プラス1が。で、これはオーダー N ログ。
だから、何を言ってるかというと、この比較関数について言うとですね、このオーダーのこの係数がね、ちゃんと分かってるわけですよ。2倍ってことがね。あ、この、A が、自然対数だったら。ということも分かってるってことは、まあ、非常に重要ですね。だから、このオーダー NVN っていうと、それはすごく粗い情報なんですけども、比較関数の話で言うと、その期待値は、係数まで分かってるということになります。エバンの不等式を適用してみると、この2倍以上になるんだっていう確率は、2分の1かになりますよってことを分かるということですね。で、ここではですね、そのマルコフの不等式を、まあ、ナイーブに適用してるんですけども、今までやってきたみたいに、チェルノフ条件記号っていうのを使うと、この確率っていうのが実際、N を大きくすると、0に近づくんだよってことも分かるんですけども、実はですね、この、クイックソートの解析の場合は、今までの話と違ってですね、ちょっとその解析がややこしいので、この授業ではやらないということにします。ただですね、そういう事実は、正しくって、しかもそれは、今までと同じようにチェルノフ条件の記号を使うと導けるっていうことは言えるので、まあ、勉強したい人はぜひ勉強してみてくださいということになります。はい。で、先ほどの図ですね。もう一度見ると、この青い線ですね。この青い線は実は、ね、先ほど言っていたこの TN ですね。TN をそのまま書いたものです。で、TN はですね、すごく合うんですね。すごく合うんです。で、これはですね、何を示唆しているかっていうと、この入力 N-1.1 っていうのは、実はこれは、その、期待比較回数を最悪にする入力なんじゃないかっていうふうに、まあ、思えるというか、まあ、それは示唆しているのかなっていう気が、まあ、してくるんですね。これをちょっと言い出すと、まあ、本当にそうなのかどうかっていうことは、皆さん考えてもらうということになるかもしれません。はい。だからすごく、だからこの TM っていうのはその XM の上階でしかなかったはずなのに、こうピチッてこのなんか一致するっていうのはちょっと気持ちが悪いのか気持ちがいいのかっていうのどちらなのかっていうのは皆さんの感覚にもよるかもしれませんけども、まあそういうことがこの実験で起きているということですね。まあこのなんだろうな、乱択アルゴリズムとこの、乱数に関わる、確率に関わることはですね、やっぱりこの実験とかシミュレーションをしてみるとですね、いろんなことが分かって面白いので、ぜひ皆さんもやってみてください。はい。では、今日のまとめをすると、今日は典型的な乱獲アルゴリズム解析ということで、初めに全身問題という話をしまして、まあ、ここで、基礎を学んでもらって、最後に乱獲クイックソートの話をして、もう少しその実用上というか、よく出てくる乱獲アルゴリズム解析が実際できるようになってほしかったな、ということになります。演習問題でもいろいろと同じような問題がありますので、ぜひ試してみてください。次回は、ちょっと経路の違う、乱獲アルゴリズムの話をしたいと思います。では、今日の授業はこれで終わりになります。ありがとうございました。